ーイ、イエーイ、ありがとう、気をつけて帰ってよ、カッパ着ないとです。あし、あと、あと、なんだろう、あとやっといてくれたです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。なんかカッパ着といてください。はい、多分サイズ合わないな。いやでも2人とも、ロングツーリング何日かけて行ったんかな。先週の土曜日出発して、今日に至りますね。ひょっとしてどっから来たん。埼玉県の春日部市付近で。かの有名な春日部。はい、しんちゃんです。おー、しんちゃんなんや。彼が有名な、新婚さん。新婚さんで。新婚さんいらっしゃい。そうなんや。ハネムーン旅行にバイクツーリングで来ました。素晴らしいな。これは何年モデルのなっていうバイクかな。86年の GSXR750 です。どこのマフラー入ってんの。これ吉村さんのサイクロンマフラーっていうのかな。吉村サイクロン、後で音聞かせてね。はい、奥さんのこれ何年モデルのなんていうバイクかな。2016年。おー、最新型。最新型。なんていうバイク。なんてバイク。GSXS1000F です。おお、素晴らしいな。でもやっぱ女の子らしくてね、可愛らしいバイクになっています。でも速さでいうとこっちの方がハット時速いからね、旦那さんよりも。はい、その代わり潰れんのは速いで。そうかそうか、そっちに振るか。ごめんな、奥さん、さっきエンジン音聞かせてもらえるかな。はい、これがパックンやね、メーターがね。はい、はい、オッケーです。もう良くなってる。どうぞまた待っといて。いや、乗り方も可愛いぜ。はい、旦那さん、吉村サイクロン、音聞かせてもらえるかな。音大変です、はい、音量に注意して。はい、なってる、さすがやな。